はい、そんな感じです。今回は NFT をやってみたよっていう話です。NFT アートって聞いたことあると思うんですけど、ここ半年くらいで日本で一気に火がついたマーケットですね。で、これからお話しするのは NFT の詳しい説明であったり、NFT のやり方、始め方とかではないので、本当に一から学びたい、やってみたいって人は、他の解説してる方の動画を見てください。僕も未だに素人でよく分かってないので、詳しく説明できないです。今回は、アナログで絵を描いてきた僕が NFT アート、実際に登録して、出品して、売れたよっていう一連の流れですね、の率直な感想を簡単にお話ししていきます。よろしければ参考にしてみてください。はい。で、まず NFT っていうのは、めちゃくちゃ簡単に言うと、イラストの画像、デジタルデータでのやり取り、売買していくもので、この絵の画像、デジタルデータは本人が描いた本物の画像だよって証明できる技術、ブロックチェーンって言うんですけど、著作は誰で、誰が所有してきたかとかがわかる、このブロックチェーンっていう技術が NFT の肝になってるんだと思うんですよ。で、NFT アートの主流っていうのが、まあ、デジタルイラスト、ピクセルアートとかが主流になってるんですよね。で、僕の場合はアナログで描いてるので、原画ではなくて画像データを出品するって話です。で、もっと深掘りすると、まあ、資産運用とかのややこしい話になるんですけど、まあ、ぶっちゃけ僕もそんなに分かってないので、まあ、しっかり知りたい人はやり方とかね、他の方の解説してる動画見てもらった方が早いと思います。で、まあ、そもそもなんでアナログで描いてる僕が全く無知なデジタルアート主流の NFT を始めたのかっていうと、まあ、単純に絵を表現する新しい場所ができたんだなって思ったんですよ。今って絵を描いたら簡単に Twitter とかね、インスタとか、TikTok、YouTube とかに公開できるじゃないですか。で、そういう自分の絵を表現できる新しい場所として NFT というのが一つ加わったのかなって思ったんですよ。で、もう一つは、まあ、今年の夏くらいから日本でじわじわ話題になってきて、僕が知ったのもまあ9月ぐらいだったんですけど、で、そうこうしてるうちに、まあ、もともとデジタルで絵を描いてきた人たちの参入と、これまで絵を描いてこなかった人のデジタル画での参入、双方の参入で盛り上がってきたんですよね。じゃあ、そこで前からアナログで描いてる自分が出してみたらどうなるのかっていうのが、まあ、11月下旬くらいに思って、で、単純な興味から始めてみました。で、まあ、やってみてなんですけど、まあ、はっきり言って結構苦労しましたね。さあ、やってみようって思って出品するまでに1週間ぐらいかかりました。まず僕がパソコンの知識がね、あんまり、まあ、得意じゃないので、で、このオープンシーっていうサイトに登録して出品するんですけど、まあ、そもそもここが全部英語なんですよね。で、ここに登録から出品するまでにいくつかやらなきゃいけないことがあって、で、まあ、出品するにはガス代って言われる、まあ、登録料みたいなものを払うんですよ。で、この NFT のやり取り自体が暗号資産でやるので、まず日本の暗号通貨取引所に登録して暗号通貨を買ってっていうところですね。で、オープンシーに最初に支払うっていう、まあ、ここまでがもう結構めんどくさかったんですよね。まさか自分が暗号通貨を買うことになるなんて思っても見なかったし、いざ買おうってなって、で、あれってまあ週によって、日によって、時間によって価格が変動するんですよね、すごく。で、このガス代って言われる登録料みたいなもの、時期によっては、まあ、4000円くらいの時期もあったらしいんですけど、僕が見た一番高い時は、5万くらい。登録だけで。だから、この暗号通貨の価格の変動、これを買うタイミングにすごく時間がかかりました。取引所の、リアルタイムでこう変わるグラフとか見ながら、明日もっと安くなんじゃねえのとかね、まだ変わるだろうとか、絵も描かず何やってんだろうと思ったことも多々あり、で、だから NFT の登録方法を解説してる方の動画とか見ながらやって、で、これが思い立ってから登録、出品まで、まあ、1週間から10日ぐらいかかったんですよ。だから非常に初めてのことが多くて、まあ、結構苦労しましたね。自分のホーム画面があって、で、カスタムしていって、自己紹介文とか、作品のタイトル、説明とかを記載していくんですよね。まあ、英語で。
で、まあ、出品したものの、まあ、見られないですよね。あの、ツイッターとかインスタとかって、まあ、タグがあるじゃないですか。で、NFT の、まあ、OpenSea っていうサイトは、純粋なタイトルでの検索でしか探す方法がない。多分。あと、まあ、世界中の絵描きの人と絵描きでもない人たちがこぞってやってるので、まあ、見られないですよねって話。で、一応、まあ、いいねボタンみたいなのもあるんですけど、まあ、僕で言うと現状、0とかね、2とか3とかがあったりで、だからまあ、出品しただけではなかなか、厳しいかなと思いました。で、自分の出品した NFT をアピールする場所が、まあ、主にツイッターなんですよね。だから僕何回か、ツイッターにアップしたら、まあ、たまたま見てくださった人がいて購入していただけたって感じです。まあ、それが出品から2週間ぐらいだったと思います。で、アナログイラストで、まあ、NFT 出してる人もまあまあいるんですよ。ただやっぱり主流はデジタルイラスト、ピクセルアートなので、まあ、僕の絵でもちゃんと見てくれる人がいて評価していただいたっていうのはもう率直に嬉しかったですね。はい。で、これから始めてみようと思う方、まあ、OpenSea っていうサイトでやるのなら、初期費用がかかるので、まあ、正直僕はこれ、まあ、ドブに捨てたものだと思って始めました。あの、勉強代だと思って。まあ、すごくめんどくさかったんですよね。で、まあ、なかなか検索されないっていうのもあるので、まあ、単純に自分の絵を売ってみたいって思うのなら、まあ、ツイッターとかの SNS 使って、まあ、有料依頼を、まあ、宣伝した方が早いと思います。で、まあ、日本でも NFT と似たようなことをやってるサイトみたいなのもあって、これ日本の会社がやってるんですけど、あとはまあ NFT で言うと、まあ、メルカリとか、楽天とかも、まあ、参入するみたいなので、そこから様子見てもいいと思います。ただずっと絵を描いてる人ならわかると思うんですけど、まあ、描くのも当然簡単じゃないし、見られるのも難しいし、絵を描き続けるのもまあ辛いんですよね。で、まあ、NFT のにわか初心者の僕が言うのも、まあ、あれなんですけど、絵を描いて表現する場所、まあ、Twitter、インスタ、TikTok、YouTube とか、そういった基盤というか、ベースにしっかり根を張ってやってる人が、ついでにやった方がまだやりやすいかなと思いました。NFT から絵を描き始めた人ってたくさんいて、まあ、それ自体全然いいとは思うんですけど、挫折してやめてしまった人も同じくらいたくさんいるんですよね。デジタルで描くから、まあ、ピクセルアートとかもそこまで時間かからないので、始められやすいんですけど、その分評価されないと、まあ、挫折もしやすいんですよ。で、いきなり描いてみて、ワンチャンで人気出る人なんて、まあ、滅多にいないと思うので、まあ、それは NFT だけじゃなくて、どこで何を描こうが同じで、見られなくても、評価されなくても続けていくっていうことが大事だし、ずっと絵を描いて SNS でアップしてる人は、その辺の苦労を知ってると思うので、まあ、それを考えると、デジタルでもアナログでも、描く絵が、ポンポン出せる人とか、絵を描き慣れてる人の方がやりやすいんじゃないかなっていうのが僕の見解ですね。ですんで、まあ、それらを踏まえた上で、自分で描いたイラストを SNS で表現できる場所に、まあ、NFT っていう新しいものが加わったっていう認識で、興味ある方はやってみてもいいんじゃないのかなって思いました。はい。以上ですね。僕が NFT やってみたっていう感想です。よろしければ参考にしてみてください。そんな感じでした。